はい、皆さんこんにちは、吉田成正です。はい、こちらですね、ここはですね、ハマースのですね、某所の、某駐車場でございます。はい。ここでですね、ちょっと、今ですね、また出張来ておりますので、コメントですね、いろいろコメントいただいているのをですね、またちょっと読んでですね、読みながらですね、はい。ちょっと返事という形でね、させていただこうと思います。はい。まず、9月11日です。あ、違う。9月10日ですね。はい。のぞみしせいさんですね。ありがとうございます。いつも見ていただいてありがとうございます。マクドナルド世界のマック、OG デリーをですね、私が、動画でさせていただいた、それに対してのコメントですね。マクドのバーガーってでかいよね、と。ココスとあの2倍はある。この大きさだったら安いか。OG ビーフがめっちゃ美味しそうということですね。そうなんですよね。マクドナルドの、特に期間限定、今回のね、世界のマック。まあ、前回のですね、何でしたっけ、グランドキャニオンバーガーとかいろいろありましたけど、あのあたりもですね、もう特にパティがでかいんですよね。非常にボリュームがある。ですので、ちょっとね、値段が高いかなと思うんですけど、そのボリュームとかいろいろ考えるとですね、非常にね、リーズナブルかなという感じがいたしますね。はい。続いて同じ日ですね。はい。はい、ですね。アメリカンメール1953さんですね。が、あなたを連絡先に追加しました。っていうやつですね。はい。これはちょっとわかんないんで、飛ばします。はい、続いて。ですね。ごめんなさい。ちょっと漢字が読めない。なんとかにょずきさん。にょいぼうのにょかな、これ。つきさん。マクドナルドマックシェイクチョコレートを見ていただきました。ありがとうございました。はい。今もカロリーを気にしてるんですかという質問ですね。ですね。気にしてます。はい。気にしてますけれども、以前のようなですね、本当にカロリーをですね、細かく、ピックアップしてですね、で、ってやってるという、一日何千カロリーということで、ね、計算しながら、やってるってことはないですね。はい。ただ気にはしてます。はい。体重キープのために、ね、しております。続いて、9月11日。ゼロジャパン2783。ですね。これは文面からして誰かのコメントに対するコメントという気が。寄せられました。はい。ですね。動画で見る。あれ、ちょっとわかんないな。誰に対してかわかんないですけど、ちょっと読みますね。これはですね、はい。食い方汚いのは指摘だろう。なんで見るな、なんだよ。なるほど。あ、違うね。なるほどね。なるほどね。はい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 。まあ、いろいろですね、この食べ方が汚いというのがいっぱい、ありまして、ですね、その中でですね、ですね、ポテトくん1905さんですね、がですね、動画でも別にいい食べっぷりをして、いいと思う。食い方は人それぞれだけど汚いと思ったら帰りなさい。見なければいい。コメントしなくていい。また、美味しそう。まあ、美味しそうです。僕は豆もやしとニンニク、ピーマンを、あえて食べたいというコメントをいただきました。はい。そしてですね、それに対してのということでしょうかね。食い方汚いっていうのは指摘だろと。なんで見るな、なんだよ。より良い動画にするためには必要ですということなんですよね。うん。なるほど。でも、どうでしょうかね。食べ物を食べていて汚い食べ方をするから、ちゃんとした食べ方を、まあ、汚くない食べ方をしなさいと。
いうことなんですけども、汚くないという人もいるし、汚いという人もいて、いろんな方がいるわけなんですよね。で、この食べ方で非常に美味しそうだっていう方も、まあ数多くいるわけなんですよね。ということは、食べ方を直せっていうことなわけですよね。それは、食べ方を直せ。でも、直すと、今まで、あ、美味しそうに食べてたねっていう人が、なんか、いまいちだねっていう風に、感想を持ってしまう可能性があるわけですよね。それと、まあ、食べ方、そうですね、極端に汚いかどうかっていうと、まあ、そんなにですね、実生活の中で言われたことはないですよね。そうすると、まあ、そうですね。奇跡だろう。より良い動画、より良い動画にするためには必要です。より良い動画になるかどうかとは別問題っていう気はいたしますよね。この、ゼロジャパン2183にとっては、いい風になるのかもしれないんですけど、でもそれはどうなんでしょうね。本当により良い動画になるかどうかっていうのはちょっとまず別の話のような気もいたします。そして、汚い食べ方を、するのが見たくなければ、見なければいいっていうのも、合ってると思うんですよね。はい。ちょっと長くなっちゃいました。次行きましょう。はい。はい、モサピヨさん。MOSAPIIYO さん。はい、フィレオフィッシュ、再挑戦。これまたね、食べたやつです。マック商品で一番好きです。ということでね。フィレオフィッシュが好きな方でございます。フィレオフィッシュ、確かに美味しいですし、私の友人もですね、やっぱフィレオフィッシュうまいよね、と言っている方もいましたね。はい、続いて、ピンクピープル41さん。ありがとうございます。はい。マクドナルドチーズてりたまですね。はい、初めてのりまささんの動画を見たのはこれですということで、あ、ありがたいですね。こういう風に言っていただけると。なるほど。これだったんですね。何かで辿って見つけたんでしょうかね。ありがたいと思います。いつもありがとうございます。続いて、はや1994072243。わさびのり太郎を食べた時ですね。ミスソップのチキンとかホットスナックレビューお願いします。いつも楽しみにしてます。はい。そうですね。まあ、こういうご意見が非常に多いんで、僕もそうしたいとは思っております。はい、頑張ります。続いて。続いて、のぞみしせいさん。また、ありがとうございます。ウィルキンソンのジンジャーエール、辛口を飲んだ時の、このめちゃめちゃ辛かったやつです。辛いのはしょうがないか。生生姜ジュースだからしょうがない。生生姜はあるけどしょうがない。あ、なるほど。ダジャレですね。これ飲むと一瞬喉がヒリヒリするけどすぐ回復します。生生姜って良いのだけど、これはどうやろうということですね。はい。ダジャレありがとうございます。そうですね。生姜いいっていうふうによく言いますよね。本当これはどうなんでしょうかね。わかりませんけど。はい。ちょっと時間がなくなってきました。頑張っていきます。続いて、若葉デラックスさん。はい。ですね、一番くじトリコやってた時ですね。このコメントですね。ちなみにどこのコンビニですかと。これね、どこだったかな、ローソンかな、ちょっと忘れました。ごめんなさい。多分ローソンだったような気がしました。はい。あ、時間がなくなってきました。あ、はい。ということで、じゃあ、このあたりで一旦切りたいと思います。ちょっとね、次アップテンポでいきたいと思います。とりあえずそういうわけでございます。ありがとうございます。とりあえず一旦ここで切ります。ありがとうございます。